よし、じゃあ、なんか妖怪会社、今からあと3回引きたいと思います。さあ、引きますよ。何引く？命取りだな。頼む！来い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 。S ランク。命取り？頼む！来ない！え、金色だよね。赤色って、まあ、中当たり。でも、お札いらねえんだって。だって、命取りもいいけど、マスターニャーだったな。やっぱ、桃コインだ。桃コイン。百鬼姫の方が欲しかったから、桃コイン1個残しとこう。頼む。S ランク？ホースの力で来ない。くそー。あら。大元気いらねえ。持ってるよー。友達なるかー。大元気。くそー。さあ、じゃあ、残りは、これ水入れいくか、大当たり。頼む、龍君、青龍。来てくれ頼む、龍君、龍君みたいにドラゴンタイプは好き。龍君？龍神？青龍？来ない。くそ。本当にこれ当たるのかよ、もう。みんな当たってますか？当たった人は、ちょっと恨みます。はい、じゃあ今からね、なんだろう。どんどんね、下の方に行けるようになったんだけど、よいしょ、ちょっと、空いてる施設、妖怪埋めとこう。ね、行けるようになったんだけど、まあね、うわー、いっぱい攻められるな、これ。いつでも攻められる感じになってます。ちょっとやばいな。ちょっと妖怪の数増やさないと、これきついかもしれませんね。さて、とりあえずここのね、桜第一小学校でストーリークエストが発生しましたので、ストーリークエストを今からやりに行きたいと思います。白い武将妖怪がいる。で、噂を確かめに行こう。コマさんかな？誰かな？行こうか。さて、白い武将妖怪が現れたという小学校に来てみましたが、誰もいない？遥か前方に見える巨大な骸骨が、コマジロ孫権殿の兄上でしょうか？ガシャドクロ？誰？じゃあ、ドクロじゃない。ウィスパー孔明と申します！ Do you understand？ 何？天才軍師？どうする？追っかけて連れ戻すにゃーん。あ、なんか、骸骨野郎に喧嘩打ったんだ。さあ、敵軍。うわー、これビッグボスか？ちょっと、めっちゃ強ないか？これ 2600？ うっそん。勝てんのこれ。え？まあ、六葉将軍のね、6体で攻めるんだけど、だけど、大丈夫？ウェーイ！ガッシャー！さあ、バトルスタート。え、これどう戦うんこれ。あなた、コマさん、孫作殿では、レアモノ発見！イェーイ！骸骨違いです！ウィスも捕まった？オッケー。それじゃあちょっと前の方に攻めていきましょうか。めくる。お、人目と回復いらん。とりあえず前、ひたすら前に行くしかないよね、これって。外れー。どこ攻撃していいかもね、いまいちわかんねえから。あ、妖術当たる。火花の術。さ、体力、うわ、21与えたけど、人目とミリも減ってないぞ、あれ。結構やばいかもしれんな、これ。さ、外れー。さ、敵の砲撃何してくる？ガシャ回すの、ん？なになに？振り下ろしバーン！痛い！うわぁ、ちょい食らうなぁ。うし、さ、前に行くがめくるだけ。クソ、外れかい。お、ブリー隊長、いいもんあるね。さ、これで。おーっと、くさ、モテマクール。前に行って、妖術当ててみましょうかよ。いいね。嵐の術。ちょい下手な、今のは。さ、これも、通常攻撃。おら、いいね。71、クリティカルじゃん。縦の攻撃、レモン、もの発見？捕まる？振り下ろしも、あ、痛い！ジバニャン！ジバニャンだけ狙うのずるくない？ジバニャン別にやられてもいいか。あんま攻撃力高くねえからな。さあ、妖術当てよう。今回の鍵は誰だろうな。織田さんかな。織田さん織田さんってなんやねんってな。さあ、妖術。お、いいね、スイル。あ、ミスか。うわ、つら。
うわ、友達呼んだ。鬼呼び。ちょっとうざいぞ。2匹おるねんな。とりあえずこっちやっつけっか。うわ、パンチ。一発でやっつける。強い。どうしようか。まあまあいいや。ここに移動して、妖術、当てましょう。ウェイ。さあ、これで、ね、妖術とか 5回復。回復しすぎやねん、それ。これ別に移動せんでええやろ。これで攻撃しましょう、ゲデン。いや、オーダー、ノブニャガがマジでエースだ、これ。え、そこ下がる？下がってもやられんじゃん、これ。さあ、見回るように。いや、もうジバニャもそこにいて、もう。多分死ぬから、もう。よし。さあ、これで、振り下ろしか？違う。コイン、あ、やべ、メダル持ってきた。まずい。変なの出てんなよ。燃え盛る赤玉。やばい。どうなんの？うわ、範囲広すぎ。うわー、ジバニャンが。よし。さあ、ちょっと一個下がって、妖術打ちましょう。嵐。さあ、核は後ろのやつやっつけっか、これは。邪魔やもんな。うわー、足りてない、ダメージ。じゃあ、いいや。おら。さあ、敵の攻撃だ。何する？うわ、高ーい！何？爆弾、あ、やった！じゃ、違うの？自爆してくれ。ヒールに爆弾が落ちてきた。おう。外れあげよう。うわ、爆弾投げてきたっす。あ、蹴り返すのもあり？それいいね。ご用だ、ご用だ。うわ、うざ。力がアップ。まあ、別にどうでもいいな。よし。さあ、これで妖術使ってダブルで攻撃しましょう。嵐。いいね。マジでモテまくる、使いやすい。これどうすんだ？どっち行くの？そっち行くんだ。あー、そういう感じ？じゃあ、これこっちにあるやつを攻撃すると、うい。うわー、爆発した俺が食らったで。どういうことやねこれ。痛い。あんま威力高くないから無視してよかったかもしれんな、これ。妖術当てましょう。嵐。さあ、敵の体力はゴリゴリと削れてますね。あ、妖術もう打てなくなったか。なんか落ちてないか。うわー、どうしようかな。各、多分 S ランクで強えやつだから、妖力ゲージ回復しとこう。また仲間呼んできた、こいつ、もう。さあ、ちょっと、モテマクール大先生は、数値攻撃しとこう。何？さあ、ちょっと、あ、怒り状態か、今の。くそ。大丈夫か、これ。うら、ミス！やばい！もう敵無視する？やっつけていく？くそ悩むな、これ。少し減らさなあかん。うら！一人はね、そういう役がいないと、回らんくなる。レアモード発見、何？カラスやめて。当たりとか、一目の回復系とか出たらマジでやばいぞ。何？金色当たりちゃうん、それ。嘘！めっちゃ喜んでるやん。え、力を貯め始めた、これ必殺技や。え、ちょっと、範囲広いぞ。範囲広いぞ、これ。さあ、移動しましょうか。お、お金アップ、レピー。これ大丈夫？逃げれるか？うわー、これ地味に逃げられへんやつじゃん、これ。どうしようかなー。モテモテになっとくか、とりあえず。さあ、核も下がろうか。さあ、鬼の行動。頭突き痛い！やめて！地味に痛い。うわ、サボりやがった。ノブニャが。来る？レア玉来た来たの前。いやいや、結構食らう、結構食らう、結構食らう。ダメージ多すぎやろ、それ。うわー、やべ、織田ノブニャがやられた。とりあえずコンビアタックで殴ろう。おっす。敵の行動回数がもうかなり早くなってきたね、これ。それ、もう幼児だ。撃っとこう。これもうしゃあない。よし。32。
さまたか、やめてくれよ。外れ引け、外れ引け。外れ引いても爆弾飛んでくるが、ちょ、待って待って待って、連続必殺技？またか。さあ、ちょっと下がりましょう、これは。下がってもすることないんだけど、今。さあ、めくっとこう。お、よいっしゃ、一目で回復。でも14回回復。取っとくか、これ。ちょっと、オーバーするけど。さあ、ビクトリアーン。うわー、死神鳥、死んじゃう。くそー、素早さが低すぎたね、今回は。頼むぞ。負けてしまった。じゃあ、モテマクール、前に出て。妖術アタックはちょっと置いとこ、まだ。通常攻撃します。えい、えい、えい。で、何してくる？また、メダル？金色出てもね、一応下がれる位置にしよう、一旦で。金色出してくれ、むしろ。おーっしーなのか？これは。おーっしーじゃないよね。なんか全然何もできねえもん、これ。ティッシュ。外れー。あ、モテまくる、これ死ぬわ。うわ、やば、これ。で、妖術。1? あ、4入った。うわー、ちょっと待って待って。モテマクール死んだ、これで。じゃ、残り2体しかおらんぞ。カクと、ブリ隊長。ちょっとこれは、まずいね。必殺技行こうか。敵が行動不能になる。行きます。常闇の呪い。暗い！頼む頼むぞ、頼むぞ、マジで。捕まえよう。これ外したらやばいからね。でもまだ、必殺技一回も見せたことないから多分大丈夫。オッケー。頼む、S ランクの技見せてくれ！常闇の呪い。喰らえ！ヤクさん強い！うわ、仲間呼び寄せた。まあ、仲間は別にいい。でも、どうしようかな。仲間は出てきたから、ブリー隊長やっつけとくかも。よし。さあ、一体撃破。さあ、何、何してくる？やめてくれよ、もう。変なことは。危ない爆弾、青、爆弾、ウェイ。ありがとう。マジいらねえぞ、爆弾は。うわー、どうしよう。ちょっと下がって爆弾蹴ろうか。おら！うぃー、97、強っ！勝ったんちゃう、これ。いいぞ。よかった。チャンスじゃねえよ。なるほど。爆弾当てたら、敵が弱ったりもするんだね。さあ、めちゃめちゃ経験値もらった。大勝利。レベルめっちゃ上がったよな、今。うわ、強かった、今の敵。ほんと。ガシャドクロ。なあ。死ぬとこでしたわ。ね、挨拶しようとしただけなのに。あの、コマジロの孫権の兄ちゃんが、あんなごついかけたわけないじゃん。すいません。でも私、感動しました。口は何だか言っても、私を必死に助けてくださって。話が進まないからじゃん。やめろ。メタルだ。とにかく、小学校にはコマジロの孫権の兄ちゃんはいないやん。じゃ、どこにいんだ？天才軍師何とかするにゃーん。引き込みいたしますよーっと。頑張ってー。もう帰っていた？早い。この辺りに住民に聞いたところ、大森山で白い武将妖怪？うえー、どうしようか。まあ、ストーリークエストがこれでね、ガンガンと解放されていく感じでしょうかね。よし、セーブしましょう。あー、ちょっと今の時代マジ疲れた。さあ、大森山のストーリークエストですね。次行こうか。よし、じゃあとりあえず次回、大森山頑張りましょう。あれ？じゃあ、無理壁じゃないよな。おつ。